スマホ老眼がどのぐらいの人がいるかということですけども、正確な日本の統計というのはないです。なぜかというと、まあ、老眼とスマホ老眼をきれいに分けるのはなかなか難しいからですね。じゃあどれを一つの指標として見ているかというと、環境工学出版の調査によって2013年ですと 0.5% だった若年者若い人の老眼が2013年には 6.7% に増えていると言われています。このように、まあ、いわゆる老眼が若い人に増えている原因がスマホにあるのではないかと言われているわけなんですね。